ガオー浜田山虎の子不動産です。こんばんは、東京有楽町の東宝シネマズ日比谷ほか今日公開透明人間、総シリーズのリー・ワネル監督がストーリーも作って脚本を書き、透明感のある冷えた映画の中に現代の恐怖である悪意が怖いサイコサスペンスの映画ですと。セシリアはカリが生きていることを確信すると。優秀な光科学者のエイドリアンは透明になる方法を見つけました。それを悪用して偽のメールで兄弟の仲を裂き、セシリアの犯行に見せかけて姉を殺しました。彼は身の潔白が証明できないセシリアを窮地に追い込みます。ついに逮捕、精神病院飲んで解凍。エイドリアンは戦死者を着々と精神喪失者に仕立てていきます。誰も自分を信じてくれないココアス、追い詰められたセシリアの怒りは狂気に膨らみ復讐の反撃に出る。演じるエリザベス・モスが怖いです。それではお先に失礼します。